元気が出る大チャンネル、大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今から福井県に行ってきます。船原徹先生の門下で越前二郎先輩のイベントに呼んでいただきました。若さ越前東尋坊、遠くなるほど遠くなるほど死ぬほど君を愛しているよ。楽しみです。行ってきます。じゃあね。イエーイ。大チャンネル、星空のツイスト。忘れられないあの子に似てる、揺れる眼差し生かしてる、恋に落ちたらハート年齢20歳だぜ。JR の福井の駅を降りたら、もう恐竜が待っていました。すごい迫力だ。うわーすごい、すごい、動いてる動いてる。駅のロータリーに恐竜のモニュメントがあります。動いてる。わーすごい。今日の会場です。福井県農業協同組合農協の会場になります。お、アンパンマン元気100倍。アンパンマンかわいい。今日はここでコンサートです。はい、ここが今日の会場です。まあ、立派な会場です。お花飾ってあります。客席がハートの形に並んでますね。わあ、綺麗な感じ。今日楽しみにしてます。さあ、楽屋です。今お弁当が来ました。美味しそうです。以前からずっとお世話になってます、福井県ご出身の生き生き海洋塾の司会をされていらっしゃった青山博さんです。青山博です。今日いろいろお世話になります。よろしくお願いします。本当にお久しぶりの再会ですよね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。背が高くてね、イケメンでね、優しい人なんですよ。お世話になります。さあ、以上のお弁当、もぐもぐタイムということで、じゃあこんな感じです。今日、おじゃーん、マクマジ弁当だ。なかなかいい感じ、いい感じ。あやみちゃんごめんね、待っててね。お、お刺身なんかも結構ラッパ。いいね、いいね、いただきます、ね。はい、バランスがいいってやっぱ体に今一番大事かもしれないね。いただきます。ありますどれからいくか。タケノコ。いきます。どれからいきます。ではしゃぶしゃぶの肉から。あれ、肉からいくんですか。うん、なるほどね。こっち野菜です。おいしい。シト二人で食の共演してます。今頑張ってる新曲は何ていう曲ですか。舞台は石川県金沢市、はい、恋の金沢。あ、綺麗な歌ですね、きっと。そうなんです。なんか、はい、鈴木清先生の詩で、はい、その恋という字が、はい、旧漢字の糸辺に真ん中に竜を書いて、はい、また糸を書くんです。あ、なるほどね。下に心、奥深いですね、はい、これで愛し、愛しという心、はい、なるほどね。あ、この文句に惚れましたね。はい、なるほどね。自分が今頑張ってる曲 の、 あのカップリング曲が鈴木先生なんですよ。うん、そうです。泣くんじゃないよっていう、まあ、素敵な歌で。それでも男性の、はい、そうですね。まあ、昨日まで君を不幸にしてしまったけれども、でも今日から僕がそばにいるから、明日から君は泣くんじゃないよ。いやーみたいな、こういう歌。大ちゃんが言うから似合うんですよ。そ, それ僕が泣くんじゃないよって言うと、なんか、え、本当のことかよ。いいですよね。ということで、今日は越前二郎先輩のコンサートということで、はい、岩本久美さん、北川大輔、青山博さん、そして浜野舞さんということでね、ゲストで呼んでいただいて楽しく盛り上げましょう。頑張って。よろしくお願いします。これからですか。はい、そうですね。頑張ります。イエイ。楽屋で楽しく盛り上がってますけど、アタック25見てくれたって話です。すごいな。アタック25ってあれ面白かったでしょ。面白かったですね。押しまくりましたよ。はい、答えだと。答えだと。こうだったらね、はい、それで大ちゃんすぐ分かった。そうです。はい、ありがとうございます。素晴らしい。結構真面目に難しい問題。そうですよね。結構予習いっぱいしてたんですけど、うん、すごい視聴率。
あの、何がすごかったか、次の日に腕が筋肉痛。もしすぎて。やっぱこうやって、林崩し。結構腕筋肉痛で、結構でも押しまくってね。すごい。途中までトップだったね。そうですね。おい、いけんじゃないかと思ってました。調子乗ったら、うん。その後ね。でも2位ですよね。2位です。そうですね。ありがとう。見ていただきました。ありがとうございます。いえいえ、どうぞ。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。北川大輔がすごく尊敬しています一善二郎先輩です。もう先輩は本当にあの船村門下で、はい、もうたくさんの方の中で揉まれながらでもしっかりと自分を確立されてデビュー36年でおめでとうございます。やっぱりコツコツ重ねて努力することですよね。そうですね。やっぱり36年っていうのはやっぱりいろんな浮き沈みがありますから。そうですね。うん、それをやっぱり乗り越えてね、はい、今現在があるように思います。先輩の歌を聴かせていただくと、うん、深さがあって優しさがあって強さがあるんですよ。そう。やっぱこれってやっぱり人生こういろいろ重ねてきた全てが歌になってるんじゃないですかね。そうかな。年輪ですか。いいです。そうですね。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先生でした。後ろ
出た途端にキャンプじゃないかなと思います。第57回日本レコード大賞作詞賞浜野踊り子、この曲から登場です。
なんですかという愚問を言われることがあるんですけど、答えは一つ、心から自分が楽しんでるからです。大事なことなんですよね。楽しもうと思ってたら楽しいし、嫌だなと思えば何するのも嫌になるし、人生ってきっと心の問題かと思います。今こんなことになって大変な世の中ですけど、でも前向きに考えたらきっといいご褒美っていうこともあるかもしれない場合もあるじゃないですか。時間ができたら何かやる、ね、今までと違うことができる場合もあるし、人との、ね、優しさに包まれることを覚えたり、ね、いろんなことがありますよね。愚痴を言ったらキリがないんで、前向きにいきましょう。楽しく生きることが一番大事なような気がしています。さあ、今回の新曲です。今から歌いますが、タイトルが星空のツイストという、ツイストのリズムなんですね。ツイストって言うんですから、普通にもう先輩方が得意な方がいらっしゃるようなジャンルかなと思います。まあ、こんなコロナ禍で明るいリズムの明るい歌を作ったらいいんじゃないかということで、お願いをして作っていただいているようなんです。とても素敵な曲だと思います。さあ、それでは聴いてください。北川大輔のラストの曲になります。星空のツイスト。紹介します、岩本久美さんです。どうもです。よろしくお願いします。もう今年デビュー何年ですか？26年目に入っちゃった。大ちゃんは何年目ですか？自分23年です。わー、3年後輩です。いろんな、ね、現場でお会いすることもあったりして、はい、いつも明るくてですね、元気印で、いや私見習ってるの、いつも。何ですか？しんどい顔見せることないじゃないですか。まあそうですね。そうだから見習ってるの、そうでありたいなと思って、ね、そんな顔するんですか？しないでしょ。自分あんなことないな、はい、そんな顔見たことないです。久美さんの一番自分が好きなところは、はい、とにかく日本語がすごく綺麗なんですよね。すごく思いますよ。言葉一つ一つが表情がちゃんと伝わってくるので、雰囲気出しても歌詞が全然伝わらないと台無しじゃないですか。あ、でも私もね、大、うん、ちゃんみたいにこうなんかフリフリフリって歌いたいんですけどそういうユニークさがないの私。そんなこと、でもステージ駆け回ってるじゃないですか、うん、今頑張っていらっしゃるのがしぐれ船という新曲ですよね、はい、これ1月1日発売。そう、はい、1月1日なんですけど、はい、今年のね、うん、実は前の年の7月の発売なの。あ、そう、はい、それが調子がいいからっていうことで、うん、写真変えてカップリング変えて。なるほど。私こういうの初めてなんですよ。最近でもそういうの自分何回かそういうことやらせてもらって、これ売れてる人しかできないんですって。あれ、だから売れてるから。そんなことないですよ。あの A パターン、うん、B パターン、 そうそうそう、やったことない、はい、初めて、はい、初めて。でも A 面の曲がねちゃんと広がるためには、うん、少しでも応援してくださる方にね2枚買ってもらうためにはね、うん、努力をするっていう感じだと思うんですけどね。すごいよね、あの応援団の方1回に10枚とかね買う人いるでしょ。まあそうですね、してもらう。すごいな、はい、すごいことですよ。本当ですか？でもありがたいですね。ありがたい話。そうですね、うちもお願いしますとにかく元気印で歌もお上手だし、ね、紅白も出ていらっしゃるし、頑張ります、ね、はい、秋田美人だし頑張ります、ね、はい、お米、うん、うん、はい、ね、そう、お米作ってるんですよね。組子町っていう、お米作って、はい、お酒も作って、うん、味噌も作って、すごいですね、何でも作ってんの。陶芸もやるし、陶芸もやるし、何でもやりますね。暇だから、何だったら暇だから仕事ください。ね、どうだね、ありがとうございます、はい、ということで岩手久美さんでした。イエーイ、ありがとうございました。バレンタインコンサート in 福井、越前二郎さんのコンサートお招きいただき、とっても楽しいコンサートでした。みんなで最後盛り上がりました。楽しかったですね。また皆さんに生でお会いできる機会があったらいいなと思います。今日はご視聴ありがとうございました。楽しかったです。イエーイ。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。